チャリジャパンカップ、動けるデブこと宇佐マリアです。はい、皆さんこんにちは、宇佐マリアです。今日は1ヶ月間結構集中してトレーニングと食事制限もやってきました。それで今日は測定をしようと思います。ちょっと変わったかな。そう、途中途中上げてた動画はちょっと前のだったりとかして、あれまた太ったとか言われちゃったんですけど、実はこの体なんです。体重計に乗っていこうと思います。お願いします。まあ、松本さん今日紹介しないよ。はい今日は松本さんに来てます。そのまま少々お待ちください。ドン、はい、はい、じゃあ結果は後ほど発表していただいて。へそ出し、はい、へそ出し、へそ出ししたい。よし、はい、怖い。逆に上がってるといいですけどね。前回に左上がってて。オッケーでーす。はい、じゃあ結果発表いきたいと思います。お願いします。はい、はい、いきます体重69.8 69.79 切れた体重32ジャスト32%ってことは3%くらい。そうですね。はい、内臓脂肪7、あれ前回8ですね。でお腹94.4。あれ前回は、前回が 98.9。 減ってますね。減ってます。 4センチくらいですか。はい、そうですかね。5センチ。お尻周り、はい、前回 98.5、はい、今回 97.2。 あー、思ったより減ってない。はい、また腰もありましたね。そうですよね、見た目全然違いますよね。そうっす。もも前回57.1で、今回56.6でしたー。なんか思ったより、はい、まあ、数字はまあなんか10分ほどより言ってなかったですけど。確かにそうですよね、数字はそんなんですけど、でもなんか結構そう、見た目的に見た目すっきりしましたよね。結構しまったから、おおと思って。確かに私もめっちゃ期待してました。期待してたんですけど、数字がこんな感じでしたまだまだ変化していくと思うので、ぜひみんなまだまだ見届けてね